4番のページのところからですね、行きたいと思いますが、まずはですね、阿蘇の位置をですね、確認しておきたいと思います。これは人工衛星ランドサットから見たですね、九州の、地形なんですけど、この中にですね、阿蘇があるんですけど、阿蘇の場所はお分かりでしょうか。今日はもう分かるかな。阿蘇がですね、ちょうど、ここにですね、ここにあります、はい、九州のですね、ちょうど中央部にですね、ある特別な地形をしています。この特別な地形のことをですね、カルデラと言います。もうカルデラという言葉はですね、皆さん聞かれたことがあると思いますが、火山の噴火によってできた大きい穴のことをですね、カルデラと言います。それで、この大きさがですね、だいたい、東西が18キロ、南北が25キロ、これ一周、外輪座の方一周しますとですね、100キロにも及びます、とても大きいですね、カルデラなんですけど、今ですね、皆さんがいらっしゃるところもですね、この、人工衛星からの地図に載っております。どこかと言いますとですね、ここにカルデラがありましたら、この中央にですね、ちょっと小さいんですけど、丸くて黒いちょんちょんがですね、あるんですけど、そこがですね、ちょうど今日皆さんがですね、来られております草千里ヶ浜になります。草千里ヶ浜にはですね、2つの水たまりがありますので、その水たまりのですね、黒いところが、ここにですね、映っておりまして、今日皆さんが来られている、ところはですね、こまもんで見えん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 ぞ。カルデラのど真ん中に今日皆さんいらっしゃったということです。はい、それ